ビヘイビア駆動開発とは、プログラム開発手法の一種で、テスト駆動開発から派生したものである。テスト駆動開発で記述される、テストケースは、作成したプログラムの動作が正しいかどうかを、検証するために行う、テストである。テストであるという点は同一であるが、加えて、これから作成しようとするプログラムに期待される、振る舞いや制約条件、つまり、 要求仕様に近い形で自然言語を併記しながらテストコードを記述する。テストフレームワークのメソッド名も自然言語に近い形をとっている。テストコードの可読性が上がる上、テストコードが要求仕様となりうる。要求仕様からテストコードを起こす際もスムーズにコードに移行しやすい。BDD ではスペックとテストは限りなく近いものである。 したがって、テスト駆動開発における、テストファーストは、BDD においては、スペックファーストとなり、スペックを作ってから実装するという、より自然な形でのプログラム制作を実現している。いくつかのテストフレームワークは、の2種類を含む、g r ービー y の EG 部の場合、シナリオユーザーリストに2人追加と存在確認、ギ i ン o n のユーザーリスト、ユーザーリストイコール、 ウェンタロウを追加。ユーザー・リスト・アド・タロウ。アンド。ウェン・花子を追加。ユーザー・リスト・アド・ハナコ。全ユーザー・リストにはタロウが含まれている。ユーザー・リスト・ショール・ヘイブ太郎・タロウ。アンド。全ユーザー・リストには花子が含まれている。ユーザー・リスト・ショール・ヘイブ・花子、ありがとうございます。